ウィルソンローラーです。アップルパイに使うリンゴのコンポートですね。シロップ煮です。リンゴです。青森さんです。今回は8つ部分ですね。ちょっと1個食べてみたい。シナノスイート。甘酸っぱくて美味しいです。グラニューをじゃあ入れてきます。一回使って中身がないバニラのさやを入れて、でここから煮ていきます。1時間経ちました。弱火で1時間。レモンの香りがちょっと強かったので半分量抜きました。2分の1を串型にして今一緒に煮てます。で様子を見てみましょう。こんな感じですね。煮崩れはしてないですけど、芯まで煮えた感じはしてないです。まああまり強火でグツグツやっちゃうと煮崩れしてピューレになってしまうやもしれないので、まあじっくり火を通して柔らかくしていきます。これで今1時間と15分経ちました。全体的に染みてきたような感じです。このまま煮続けるのも大変なので、また例によってこのまま余熱で火を入れていきます。余熱でちょっとじっくりコトコトって感じで、今火を消しました。軽く重しをして涼しいところで一晩このまま置いてきます。明日どうなってるかちょっと楽しみですね。今日はじゃあここまでです。昨晩コンポートしたものを一晩常温で休ませました。もう完全に冷えてます。という様子を見てみます。まあ8分っていったところでしょうか。透けてる感じのいい塩梅のやつもあれば、まだ白っぽく浸かりが8分ぐらいのやつもありますって感じですかね。市販されてるリンゴプレザーブよかちょっと生々しい感じで、下の方のやつはもうよく染みた感じで、こう半透明な感じ、こうちょっとスケスケ感があってよく染みてます。こんなやつも売ってるやつみたいですね。で上の方のやつはまだちょっと生々しさが、まあ、これはこれでいいかなって感じですかね。もうちょっと煮てみるか、これで作ってみるか、ちょっと判断のところ、後でちょっと食べてみて良ければこのまま、もうちょっと炊いた方がいいかなって言ったら少し加熱してもう一回せるみたいな感じですかね。あとはお好みって感じですか。こんな感じのは全部になるとこう売ってるやつみたいな感じになると思います。もうこれは面白いかなって感じですかね。で結局弱火で1時間さらに煮て今こんな感じです。すごいジューシーでギュッと押すとこうお汁がこう中から出てくるような感じに仕上がりました。沸騰させないようにじっくり落とし蓋しているとこんな感じになります。リンゴだけいただきます。めちゃくちゃジューシーでうまいっすね。これだけで商品になります。はい、これだけでもカップに詰めて、はい、ジュレにしても
うまそう。そうですね。これで包んじゃってもいいかもしれない。